ミニ盆栽。ミニミニ盆栽。ミニもあるし、ミニミニこれは。ミニミニです。Yes, this is a mini, miniature, miniature bonsai. ミニもね、これが10センチ以下。大体がね、ミニミニは。それでまあ、20センチ以下がミニチュア盆栽ですけど、ある程度、クラス別に大きさがなっているから。So, miniature is 8 inches and below. Auto miniature is 4 inches and below in height.あ、向こうに白いミニスプラスもありますね。身の色がいろいろ。あ、うん、これは何ですか？これはね、青つづら口って、うん、ブドウみたいな草になる枯れ草がある。あるけど、みんな自然の縮図みたいな感じで、そうですね、自然体に近い樹形してますよね。This is so nice. ザクロ一歳成って、あの、早めになるんですよね、実が。だから、これも一軸なんですが、一歳成って、早めにも2、3年で実がついてます。普通の食べる一軸、一歳成の、うん、早めに若いうちから実がついて花が咲いて、とてもいいですね。Look at this flowers. まあ、苔は古く見せる。古さを出すため。これは新葉。この白いところが枯れてるんです。This is withered at mid part. So be dead. これはさっきでね、動かすぐらい花がさ、今は見るという感じじゃない。ただ茂ってるという形で飾ってあるだけで、やっぱり4月から5月に花が咲きます。それは見事ですね。違います。ああ、これもある程度こんな挿し木から作っていきます。うん、みんな、ここそうなります。何年ですか？30年ぐらいじゃないかな。30年This grows from this tiny pot.And he said it takes about 30 years to grow this grape. 刺して、ザーッと伸ばして、で、曲をつけて、形を作って、これ何年も伸ばして。巻いてくるんですよね、だんだん。何点ありますか？つきます。赤い。
大丈夫です。あ、大丈夫です。サマーシーズンから水を何回もやらないうん。なんかすごくデリケートそうそうそう。うん、だから、水やりには何回もしない。真夏で農夫になったら2回から3回ですよね。真夏チェーンとか4回ぐらいやって、それか水につけてやるか、そのまま水槽みたいなのを入れる。あれヒメリング、ヒメリングね、ヒメリングね、これが街道なんだけど、これの花で受粉さす、うん、ほんで これ一緒にこうやって置いちゃう、2つでないと、うん、そう、まあね、これが咲く頃にこれも近い時に咲くんですよ、でほんでこれの花が咲いた時にこれの受粉をつけちゃう、だから実がつくね、うん、そのままじゃ実がつかん、これ柿、中国じゃないね、でこれはやっぱりね、オスギとメスギがある、受粉せねえ、自然にちょっとあんまならん、これ変わってる、これ、うん、あれ、あの向こうの大きいからあれと一緒、美男カズラちゃん、はい、これみかんみたいな、これキングって言ってね、やっぱりみかんみたいなもの、柑橘です、うん、これついてるんだよ、これもついてるか、見えんな、これがあ、これがついてるか、小花の花芽ね、花が咲くんですか、花咲くよ、あら、かわいい、これ何ですか、宮山キリシマ、宮山キリシマ、なんかツツジみたいな、ツツジ、ツツジ、ツツジね、これか
かいね。これはどうかな。もう分からんね。目が見えになっちゃうけど、自分がダメなんやか。Tiny buds. 花芽ね。I like this. フラワー。いや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 。かわいい。ピンクのフラワーが咲くんですね。これも、これが欲しいんですけど、どれがこう、育てやすくて、かわいくて。これらはね、伸びる木切っちゃらねえけど。切っちゃら丸なるけね。そういうふうに育てたんですよ。ここからこう曲げて下ろしとるけね。ここからの木、まあ、焦がしてやってもええんだけどね。いろいろ自分で工夫したらいい。これ曲げても吹くからね。これは宮様カエデちゃん。カエデ。カエデ。宮様カエデちゃん。ここの大きいのがある、これ。これ一緒や。宮様カエデ。うん、これは紅葉しよるでしょ、これも紅葉するけどね。Change the colors。取っちゃうけどね。違う。はい。だからまあ、これ、市販料理よりももっと細いよな。頑張ります。いやいや、ほら、太ってくるわ。太ってきながら、こう、枝順でね、ある程度、こう、剪定したりして、落とすんですよ。そしたら、こっちまた吹くでしょ。そういうのしてね、あんまり太らないようにするわけですよ。もう、そのままほっとったら、なんでこう大きくなってくるんだね。ちっちゃくなる。これを、太らないようにするわけですよ。剪定が難しそう。でも花がいいのか、まあね、これは実がいいけど、これ花が咲いて実がなるのね。で、この実山をつけちゃうんだけど、これ別じゃけ、ね、普通じゃったらこれは売りよらんの。別にこれだけ売りよる。これはこれで売りよるね。それは私は良心的なセットで。まあ普通は外を置いとけ。あ、外ですか。水だけやってね。置いとけ。で、春になったら、じっと肥料やってもいいけどな。で、冬の間は中に入れるんですか。いや、家の中入れちゃダメ。あ、ダメなの。寒さに合わないと思う。寒さに合わないと外でね。水さえ切らさない。水を切らさないと。カラカラに乾かしていけんけど、それでなきゃ大体死にゃね。あ、そうですか。Outside. Still out there.